カージナルス、ドジャース、17日、セントルイス、ドジャースの大谷翔平選手は初回の第1打席で子球を選んで出塁。ベッツの打席で36個目の二投を決めた。初球のストレートを豪快にフルスイングした大谷。2球目、3球目としっかり見極めてバッティングカウントを作った。4球目のアウトローもじっくりと見送り、5球目はフルスイングで空振り。 フルカウントとなった中、左足首付近に自打球を当てて思わず表情を歪めた。7球目もファウルした際には手が痺れたのか左手を振る仕草も。最後は高めに浮いたボールを見送って子球を選んだ。その後、ベッツの打席で鮮やかに二刀を成功させた大谷。40の40へ一歩前進した。さらにベッツの左比で二塁からタッチアップし、三塁を陥れた。 そしてフリーマンの中前的時打で先制のホームを踏んだ。さらに3回の第2打席は振り逃げで出塁すると一死後、フリーマンの打席で37個目の盗塁に成功した。今3連戦はプレイヤーズウィークエンドとして開催され、選手が特注広ロの用具を使用。大谷は愛犬のデコピンをプリントしたスパイクとバットでプレーしていた。前日の第1戦では5打数ノーヒットに終わり、 出塁できていなかった。